合格発表のあと、アンは生涯で最も開放感に満ちた夏休みを心ゆくまで楽しんでいた。そしてある日のこと。おや、おかえりアン。あら、リンドのおばさん、こんにちは。こんにちは、カスバートさん。リンドさん、アン、今も話してたんだけどね、知ってるだろ、シャーロットタウンの大きな病院。ええ、あの病院を援助するためにホワイトサンドのホテルのお客がコンサート開くことになってね、出し物が足りないんで金財の村に応援を求めてきたんだよ。アボンリーじゃ、あんたの朗読が決まったらしいよ。私が朗読を？あん、素敵じゃない。もちろん引き受けるわよね。そうね。どうしたんだね、あん、名誉なことじゃないか。ええ、私は若い人たちがちゃんとした付き添いもなしにホテルに出かけるのはあんまり関心しないけど、シャーロットタウンの病院を援助するためだって言うんなら反対することもなさそうだしね。そうね、詩の朗読だったら何度かやったことがあるし。うん。落ち着き払ったその素振りにもかかわらず、実のところマリラもアンに与えられた名誉に誇らしさと喜びを大いに感じていたので、リンド夫人が帰ると早速マシューにそのことを話した。マシューはたちまち有頂天になり、いそいそとカーモディに出かけると、すっかり馴染みになった女帝院にそそのかされて、掘り出し物の真珠の首飾りを買ってきた。そして当日、着付け髪型の一切をダイアナが受け持ってくれることになった。ダイアナはこうしたことに定評を得ていた。オーガンジーが一番いいと本当に思う？青い花模様のモスリンの方が良さそうな気がするんだけど、それにあんまり流行の形ではないし。でもこの方がずっとあなたに似合うわよ。ふわっとしていてひだがたくさんあって体によくまつわるでしょ。モスリンはこわばっていていかにも着飾ったって感じがするの。でもオーガンジーの方が体の一部のように自然に見えるわ。あ、もう少しそのひだを引き出して、さあ帯を結んであげるわ。今度は靴を履くのよ。髪は2つに緩く編んで、中ほどを白い大きなリボンで蝶結びにして束ねるの。あら、そんなに額にカール出しちゃダメよ。ふっくらした分け目をつけておくだけよ。この髪が一番あなたに似合うわ。ミセス・アランもね、あなたがそんな風に分けるとマドンナのようだっておっしゃったわ。耳の後ろにこのバラを刺しておくわ。庭の茂みに一つだけ咲いてたんで、あなたに取っておいたのよ。真珠の首飾りしてもいい？え？真珠の首飾り？マシューが買ってきてくれたの。きっと私がつけたところを見たいと思うわ。どうだいアナ？うん、してもいいわ。もうこれですっかりいい？ええ、いいわ。あなたはどこかとても素敵なところがあるわね、アン。頭をシャンとしてるところがいいわ。きっとあなたの体つきのせいよ。私はデブなんですもの。前からこんな風になるんじゃないかと気にしてたんだけど、やっぱりそうなってしまったわ。まあ諦めるほかはなさそうだけど。あら、でもあなたには素敵なエクボがあるじゃない。とっても可愛いエクボよ。まるでクリームをちょっとつっついたみたい。私はエクボのことすっかり諦めてるの。エクボの夢は決して実現しそうもないんですもの。でも実現した夢もたくさんあるんだから贅沢は言えないわ。うん、入ってもいいかね。どうぞ入って、うちの朗読家を見てちょうだい。とても綺麗よ。小ざっぱりしてて悪くないね。その髪型気に入ったよ。ダイアナがやってくれたの。だけど埃と露の中をあんなところまで行ったら服が台無しにならしないか。それにこんな湿っぽい版にしちゃ薄すぎると思うけどね。大丈夫ですわおばさん。
それにこれがアンに一番似合うんですもの。そうかね。ビリーとジェーンが迎えに来たようよ。さあ出かけましょう。どうマシュ、素敵だよアン。きっとアンコールされるよ。あらアンコールだなんてスカートが車に触らないように気をつけるんだよアン。行ってきます。シノロードこうやるには最高の場所よ。素敵じゃないアン。そうね。見てあのネックレス、ダイヤモンドよ。すごい絹のドレスだわ。まだ少し早いみたいね。あっちに座りましょう。あら、お兄さんは？きっと外で待ってるのよ。兄さんたらこういう場所ってすごく苦手なんだから。ジョーシーだわ。ギルバートに乗せてもらってきたのよ。皆さんご苦労様です。恐れ入りますが出演者の方は控え室の方へどうぞ。見てさっきのピンクのドレスの人、出演するらしいわ。アン頑張ってね。分かってるわ。何あの子すごく威張ってるみたい。何をやるか知らないけどアンの朗読にはかなうわけないわよ。さあ早くアン。アンは美しく着飾った見知らぬ出席者たちの中で自分がすごく田舎者のように見えた。グリーン・ゲーブルズの部屋ではとても優美に見えた自分の服が今は見るからに粗末なもののように思えたのだ。今日の会場に田舎者や田舎娘がかなり混じってるけど、きっとプログラムに組んである田舎タレントさんたちを応援に来てるのよ。まあどんな素敵な芸を見せてくれるか見ものだわね。あなた何にご出演なさるの？朗読ですわ。まあ朗読、朗読なんですって。ねえダイアナ、今聞いてきたんだけど今日のコンサートに朗読の専門家が特別出演するんだって。朗読の専門家。各地で評判のミセス・エヴァンスって人が偶然このホテルに泊まってるんですって。特別に頼まれて引き受けたらしいわ。アンがアボンリーで少しくらい朗読ができるからって。今夜は運が悪いわね。大丈夫よ、アンはきっとうまくやるわ。皆様、本日はシャーロットタウンの病院を援助するためのコンサートにたくさんお集まりいただき、心からお礼申し上げます。それでは、早速始めることにいたしましょう。
コンサートではシャーロットタウンからやってきた専門家に混じってカーモディやニューブリッジから選ばれた人たちが次々と出演しよく健闘した。それではここで今夜のスペシャルゲストをご紹介しましょう。詩の朗読家ミセス・エヴァンスさんです。この明日、君にバラの花捧げんと思い立ちしよ。摘みし花結べる帯に糸はまた挟み入るれば、張り詰めし結び目、これをおさうるにすべなかりけり。結び目は破れほどけぬ、バラの花風のまにまに飛び散らい。ミセス・エヴァンスの声は、驚くほど緩急自在で、素晴らしい表現力を備えていた。聴衆は熱狂し、アンはしばし自分のことも今直面している困難も忘れ、うっとりと目を輝かせて聞き入っていた。世の人の眼を避けて縫い取りの花のすさびや、今さらに人を恨まね我が心涙にあふる。とばりなき根性の空いながらに打ち仰ぐ我、我は見るきらめく星を、しかすがに嵐をもまた。我が椅子にひたと向き合い、椅子一つひとまつ気配。かつての日、かの人ありき、つかの間は二人ありけり。絹ぬひもの印をつけし、この椅子のかしこにありて、わびしらにあきらめしさま、さながらに我が姿かな。専門家の後ではとても立ち上がって暗唱なんかできないわ。絶対ダメ。ところがこうした運の悪い瞬間にアンの名前が呼ばれた。次はアボンリーのミス・アンシャーリーさんです。いよいよアンだわ。頑張って。アンシャーリー、あなたがあの一番で入学したアンシャーリーだったの。どうしたの？うん、頑張って。私の唇に宿り、この口づけでお父様のお心に二人の姉が加えた無残な傷口が元通りになりますように。たとえ実の父親でなくても、この真っ白な髪を見れば哀れみの情をそそられるはずなのに、このお顔を荒れ狂う烈風に吹きさらしていいものか、
大地を揺るがし耳をつんざく雷に立ち向かわせて、大空を矢よりも早く飛び交う稲妻が凄まじくひらめく中を、眠りもやらず命がけの保証のように、兜といってもこの白い髪だけで。庵の澄んだ美しい声は震えもせず途切れもせず部屋の隅々にまで鳴り響いた。すっかり落ち着きを取り戻し、宣告の恐ろしい瞬間の反動でこれまでにない出来栄えだった。ではご機嫌よろしゅうお姉様たち。よーよ、本当に見事でしたわ。ほらアンコールですわ。みんなあなたにぜひもう一度やってほしいんですよ。アンコールなんて私ダメです。行かなくちゃ。マシューがドアンコールされるって言ったんです。行かないとマシューががっかりするわね。そうですとも、マシューをがっかりさせてはいけません。あなたの小さな胸に小川をお持ちですか。内気な花が風に吹かれ頬を赤く染めて、鳥が水を飲みに訪れ、影が揺れそよぐ場所。アンはマシューのためにアンコールに答えた。ごく短いものだったが気が利いて愛らしく、これはなお一層聴衆の心を捉えた。それからあとはアンにとってまさに勝利の連続だった。音楽会が終わると太ったピンクの夫人はアンを保護者ぶってみんなに紹介し、ミセス・エヴァンスもアンの成功を大いに祝福してくれた。あの白いレースの少女さえ一応はおざなりの褒め言葉を述べた。誰もがアンに優しかった。素晴らしかったわ。ミセス・エヴァンスより素晴らしい出来だったよ。まさか。本当さすがアンね。でも初めはどうなるのかと思っちゃった。そうよ、あんたら真っ青な顔でガタガタ震えてるんですもの。私アンが始めた時本当にホッとしたわ。だってもうあのまま始めないのかと思ったのよ。ギルバートのせいよ。ギルバート？ギルバートったら舞台で上がってる私を軽蔑したように笑って見てたわ。ギルバートが？あのまま引っ込んだらギルバートにますます軽蔑されると思ったら、私急に勇気が出たのよ。絶対失敗しないと思ったわ。あら、ギルバートそんな風には見えなかったわよ。そうよ、終わった時だってうんと拍手してたわ。素敵な夜だったわね。ええ、ねえアン、あなたが喜びそうな話があるの。え？話っぷりから多分褒め言葉だと思うの。一部は確かにそうよ。ジェーンと私の後ろにアメリカ人がいてね、ジョーシーパイはその人は有名な画家だって言ってたわ。ともかくその人がこう言ってるのが聞こえたわよね、ジェーン。あの壇上の素晴らしい父庵の髪をした娘さんはどういう人ですか。あんな顔を描いてみたいな、ですって。どう？でも父庵の髪って何のこと？つまりただの赤毛のことだと思うわ。父庵っていうのは赤毛の女の子をよく描いた有名な画家よ。あら、そうだったの。ねえ、女の人たちがつけてた宝石よく見た？
本当に眩しいくらいだったわね。ねえみんな、お金持ちになりたいと思わない？私たちだってお金持ちよ。だってこれまで16年もこうしてやってきたんだし、女王のように幸せだし、みんな多少の想像力を持ち合わせているんですもの。ねえ、あの海を見て。どこもかしこも銀色で、どこまでも浅瀬になっていて、目に見えないものの幻みたいでしょ。たとえ何百万というお金があっても、ダイヤモンドの首飾りを何本持ってても、この美しさをこれ以上楽しむわけにはいかないわ。もし変わってくれって言ったって、あんな人たちと変わりたいとは思わないでしょ。あの白いレースの服を着た女の子になって、まるで世の中を軽蔑するために生まれてきたようなしかめっ面を一生していたいなんて思う？それにあのピンクの女の人だっていい人には違いないけど、あんなにブクブク太りたくないわ。ミセス・エヴァンスだって見るからに悲しそうな目をしてたじゃない。あんな目をしてるからにはひどく不幸なことがあったに違いないわ。そんなこと嫌でしょ、ジェーン。はっきりはわからないけど、ダイヤモンドは人の気持ちを大いに慰めてくれるものでしょ。とにかく私は自分以外のものにはなりたくないわ。たとえ一生ダイヤモンドで慰めてもらえなくてもね。私は真珠の首飾りをつけたグリーンゲーブルズのアンで満足よ。マシューがこの中に込めてくれた愛情が、あのピンクのご婦人の宝石に負けないことを知ってるんですもの。思い出多きグリーンゲーブルズに別れを告げて、アンは新しい生活に進み出します。次回、赤毛のアン第41章、クイーン学院への旅立ち。特別出演するんだって。朗読の専門家。各地で評判のミセス・エヴァンスって人が偶然このホテルに泊まってるんですって。特別に頼まれて引き受けたらしいわ。アンがアボンリーで少しくらい朗読ができるからって。今夜は運が悪いわね。大丈夫よ、アンはきっとうまくやるわ。皆様、本日はシャーロットタウンの病院を援助するためのコンサートにたくさんお集まりいただき、心からお礼申し上げます。それでは早速始めることにいたしましょう。コンサートでは、シャーロットタウンからやってきた専門家に混じって、カーモディやニューブリッジから選ばれた人たちが次々と出演し、よく健闘した。それではここで今夜のスペシャルゲストをご紹介しましょう。詩の朗読家、ミセス・エヴァンスさんです。この明日、君にバラの花捧げんと思い立ちしよう。
摘みし花結べる帯に糸あまた挟み入るれば、張り詰めし結び目、これをおさうるにすべなかりけり。結び目は破れほどけぬ、バラの花風の間に間に飛び散らい。ミセス・エヴァンスの声は驚くほど緩急自在で素晴らしい表現力を備えていた。聴衆は熱狂し、アンはしばし自分のことも今直面している困難も忘れ、うっとりと目を輝かせて聞き入っていた。世の人の眼を避けて縫い取りの花のすさびや、今さらに人を恨まね我が心涙にあふる、とばりなき根性。コンサートではシャーロットタウンからやってきた専門家に混じって、カーモディやニューブリッジから選ばれた人たちが次々と出演し、よく健闘した。それではここで今夜のスペシャルゲストをご紹介しましょう。詩の朗読家ミセス・エヴァンスさんです。この明日、君にバラの花捧げんと思い立ちしよう。摘みし花結べる帯に糸あまた挟み入るれば、張り詰めし結び目、これをおさうるにすべなかりけり。結び目は破れほどけぬ、バラの花風の間に間に飛び散らい。ミセス・エヴァンスの声は驚くほど緩急自在で素晴らしい表現力を備えていた。聴衆は熱狂し、アンはしばし自分のことも今直面している困難も忘れ、うっとりと目を輝かせて聞き入っていた。世の人の眼を避けて縫い取りの花のすさびや、今さらに人を恨まね我が心涙にあふる、とばりなき根性の空いながらに打ち仰ぐ我、我は見るきらめく星を、しかすがに嵐をもまた、我が椅子にひたと向き合い、椅子一つひとまつ気配、かつての日かの人ありき、つかの間は二人ありけり、絹ぬひもの印をつけし、この椅子のかしこにありて、わびしらにあきらめしさま、さながらに我が姿かな。専門家の後ではとても立ち上がって暗唱なんかできないわ、絶対ダメ。ところがこうした運の悪い瞬間にアンの名前が呼ばれた。次はアボンリーのミス・アンシャーリーさんです。いよいよアンだわ、頑張って。皆様、本日はシャーロットタウンの病院を援助するためのコンサートにたくさんお集まりいただき、心からお礼申し上げます。それでは早速始めることにいたしましょう。コンサートではシャーロットタウンからやってきた専門家に混じって、カーモディやニューブリッジから選ばれた人たちが次々と出演し、よく健闘した。それではここで今夜のスペシャルゲストをご紹介しましょう。詩の朗読家ミセス・エヴァンスさんです。
この明日君にバラの花捧げんと思い立ちしよ。摘みし花結べる帯に糸はまた挟み入るれば、張り詰めし結び目、これをおさうるにすべなかりけり。結び目は破れほどけぬ、バラの花風のまにまに飛び散らい。ミセス・エヴァンスの声は驚くほど緩急自在で素晴らしい表現力を備えていた。聴衆は熱狂し、アンはしばし自分のことも今直面している困難も忘れ、うっとりと目を輝かせて聞き入っていた。世の人の眼を避けて縫い取りの花のすさびや、今さらに人を恨まね我が心涙にあふる。とばりなき根性の空いながらに打ち仰ぐ我、我は見るきらめく星を、しかすがに嵐をもまた。我が椅子にひたと向き合い、椅子一つひとまつ気配。かつての日かの人ありき、つかの間は二人ありけり。絹紐の印をつけし、この椅子のかしこにありて。アンジーが一番いいと本当に思う？青い花模様のモスリンの方が良さそうな気がするんだけど、それにあんまり流行の形ではないし。でもこの方がずっとあなたに似合うわよ。ふわっとしていて、ひだがたくさんあって、体によくまつわるでしょ。モスリンはこわばっていて、いかにも着飾ったって感じがするの。でもオーガンジーの方が体の一部のように自然に見えるわ。あ、もう少しそのひだを引き出して、さあ帯を結んであげるわ。今度は靴を履くのよ。髪は2つに緩く編んで、中ほどを白い大きなリボンで蝶結びにして束ねるの。あら、そんなに額にカール出しちゃダメよ。ふっくらした分け目をつけておくだけよ。この髪が一番あなたに似合うわ。ミセス・アランもね、あなたがそんな風に分けるとマドンナのようだっておっしゃったわ。耳の後ろにこのバラを刺しておくわ。庭の茂みに一つだけ咲いてたんで、あなたに取っておいたのよ。真珠の首飾りしてもいい？え？真珠の首飾り？マシューが買ってきてくれたの。きっと私がつけたところを見たいと思うわ。どうだいアナ？うん、してもいいわ。もうこれですっかりいい？ええ、いいわ。あなたはどこかとても素敵なところがあるわね。頭をシャンとしてるところがいいわ。きっとあなたの体つきのせいよ。私はデブなんですもの。前からこんな風になるんじゃないかと気にしてたんだけど、やっぱりそうなってしまったわ。まあ諦めるほかはなさそうだけど。あら、でもあなたには素敵なエクボがあるじゃない。とっても可愛いエクボよ。まるでクリームをちょっとつっついたみたい。私はエクボのことすっかり諦めてるの。エクボの夢は決して実現しそうもないんですもの。でも実現した夢もたくさんあるんだから、贅沢は言えないわ。うん、入ってもいいかね。どうぞ入って、うちの朗読家を見てちょうだい。とても綺麗よ。小ざっぱりしてて悪くないね。その髪型気に入ったよ。ダイアナがやってくれたの。だけど埃と露の中をあんなところまで行ったら服が台無しにならしないか。それにこんな湿っぽい版にしちゃ薄すぎると思うけどね。大丈夫ですわおばさん。それにこれがアンに一番似合うんですもの。すごい絹のドレスだわ。まだ少し早いみたいね。あっちに座りましょう。あら、お兄さんは？きっと外で待ってるのよ。兄さんたらこういう場所ってすごく苦手なんだから。ジョーシーだわ。ギルバートに乗せてもらってきたのよ。皆さんご苦労様です。恐れ入りますが、
出演者の方は控え室の方へどうぞ。見て、さっきのピンクのドレスの人、出演するらしいわ。アン、頑張ってね。ええ、分かってるわ。何あの子、すごく威張ってるみたい。何をやるか知らないけど、アンの朗読にはかなうわけないわよ。さあ早くアン。アンは美しく着飾った見知らぬ出席者たちの中で自分がすごく田舎者のように見えた。グリーン・ゲーブルズの部屋ではとても優美に見えた自分の服が、今は見るからに粗末なもののように思えたのだ。今日の会場に田舎者や田舎娘がかなり混じってるけど、きっとプログラムに組んである田舎タレントさんたちを応援に来てるのよ。まあどんな素敵な芸を見せてくれるか見ものだわね。あなた何にご出演なさるの？朗読ですわ。まあ朗読、朗読なんですって。ねえダイアナ、今聞いてきたんだけど、今日のコンサートに朗読の専門家が特別出演するんだって。朗読の専門家？各地で評判のミセス・エヴァンスって人が偶然このホテルに泊まってるんですって。特別に頼まれて引き受けたらしいわ。アンがアボンリーで少しくらい朗読ができるからって。今夜は運が悪いわね。大丈夫よ、アンはきっとうまくやるわ。皆様、本日はシャーロットタウンの病院を援助するためのコンサートにたくさんお集まりいただき、心からお礼申し上げます。それでは早速始めることにいたしましょう。